加藤美優の訴え却下は、間違った判断、日本人選手コーチ、全仏の最低に言い、極めてがっかり。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。加藤美優の投稿に、西岡良二のコーチを務めるザ・ハルカ氏が反応。 テニスの4大大会全仏オープンの混合ダブルスで優勝した加藤美優、ザイマックスが15日に自身の SNS を更新。同大会の女子ダブルス3回戦でプレー外の返球をボールガールに当てて失格となり、剥奪された賞金とポイントの回復の訴えが却下されたことを英文で投稿した。 この結果に対し海外ファンから様々な声が上がっているが、日本人選手のコーチも大会側の判断に異議を唱えている。加藤は今月4日、アディラスーチャリ、インドネシアとのペアで出場した全仏オープン女子ダブルス3回戦の第2セット途中に、プレーが途切れたタイミングで相手コートに返球したが、そのボールがボールガールを直撃。 ボールガールが涙を流したことで試合が中断され、加藤には警告が出された。その後ボールガールに歩み寄って謝罪したが、対戦相手の抗議によって裁定は変わり失格となった。加藤は恋ではなかったことを主張。 自身のツイッターで賞金とポイントが剥奪となったことを報告しており、混合ダブルスで優勝した後のスピーチでも失格は残念でしたが、今後良い結果が出て、私のポイントが戻されることを願っています、とも訴え、その後の動向が注目されていた。そして15日に加藤は自身のツイッターを更新。 英文で、全仏オーブン、ローラン・ギャロスは、私に罰金を課し、賞金とポイントを獲得するための私の訴えも知りけられました。ですので、私にできるのは、前を向き続けることだけです。次の停車駅矢印ベルリン、と、無念さを滲ませながら報告した。 これに海外ファンから多くの同情の声が上がったが、男子テニスの西岡良次のコーチを務めるクリスチャンザ・ハルカ氏もツイッターで反応。非常に間違った判断で大会審判による極めてがっかりさせるものだ。と綴り加藤の訴えを棄却した全仏側の判断に異議を唱えていた。ザ・アンサー編集部。女子ダブルス失格、混合ダブルス準決勝敗退。 対戦相手は加藤ペアのインドネシアのアディラ選手がかわいそうでならない。加藤選手は失格のためにポイントと賞金は失ったけれど、混合ダブルス優勝、京都市と京都府からも特別名誉賞など得たものも多かった。もしかしたらパリオリンピックの選手候補にも選ばれるかもしれない。 失うばかりだったアディラ選手のためにも日本選手やコーチは勇気を持って声を上げてほしい。スポーツ仲裁裁判所に提訴すべきだ。今回の失格判定には公平性が保たれていないのは明確。欧米において泣き寝入りすることは美徳ではない。しっかりと中立性のある組織である裁判所に判断を委ねることは正当な権利。 ボールを当てたことは恋ではないという自身の主張を貫き、賞金とポイントの回復を求めるべきだ。警告を選手のクレームによって失格に変えてしまったので、また選手のクレームによって失格の内容の一部を覆してしまうと、大会側の最低の威厳が保たれなくなるからっていうメンツなんじゃないかと思う。賛否両論があるのは分かっているんだから、 きちんと審議会を開いて、今後に向けた議論と裁定をやり直すべきだと思うよ。選手ファーストの大会にしていくならね。日本テニス協会はこの判定を受け入れることにしたんだっけ審議をはっきりさせるとか、ルール改正とか働きかけることもなく、受け入れますで終わってるんだっけ海外の選手もテニス協会も抗議してる中、 東古国の協会は尻尾を振るだけで終わってるんだっけ選手を守る気があるのかな別のメンバーで新しい団体作った方が良いんじゃないか。スポーツでのフィールド内では、プレイヤー以外は審判他運営の協力者はどのようなケースであれプレイの進行を妨害してはならないと思います。野球であれ、サッカーやゴルフなどで、 ボールが当たって選手が失格になるというルールブックで読んだ記憶がなくて、エチケットとして倫理的な規定としては誤る姿勢があれば審判の忠告、注意で解決するように感じます。見ていなかった人の嘘の講義でスーパーバイザーが呼ばれて警告から失格になった。その理由や意味やルールをはっきりと説明してもらわずに引き下がる。 テニス協会のホームページを見たらアホみたいな数の理事やら、お偉いさんなどの名前がずらずらと書いてあったけど、何のためにいるのあの人たちはこのトラブルに対して何の行動も起こさないんですか頑張って世界と肩を並べて話題になると良い顔して近寄ってトラブルあると知らん顔ですか何らかのはっきりした行動を起こしてください。これからのスポーツ選手のために、 国内外の周囲がこれだけ主催者の結論に異論を申し立てているのに、日本テニス協会が早々と容認するとはどういうことですかまた加藤選手も早く気持ちを切り替えたいというのはわかるが、しっかりと主張することは主張しないと、後でまた納得できないことが起こりかねませんよ。お嬢には逆らわない非常に日本人的結論の出し方ですね。